板垣大介、板垣大輔の系譜、板垣大輔の系譜は、明治維新の元君、板垣大輔の家族、先祖、子孫及び民族関係についての項目である。唐家の初代、正信は、甲斐の武田晴信に仕えた、武将、板垣信方の孫である。正信の父、板垣信則がゆえあって解役された後に注された、事件があったため、老居して、犬石に名を改めた。 正信は長時て、小田原征伐に陣化りして奮戦し、その功によって山内和豊が、とうとう海国掛川に封ぜられた、天正18年に召し抱えられた。江戸時代は代々土佐藩士で、価格は馬回り役。家門は、もともと、地、黒菱を用いたが、姓を犬石に改めた、戦国時代末期頃から、明治時代中期頃までは、茅やのうち十文字を用いた。 板垣大輔は、土佐山内氏から賜った、土佐切りを、明治中期以降は用いた。実戦は、実施、転戦は、養子江戸時代部分は、五次中戦図書刑図帳より、板垣大輔と祭司の墓。右から大介、絹子、正美、六十一、清女、竹を同じ墓域には、犬のぶ竹と、正美の乳母、青木竹子の墓もある。板垣孫三郎の墓。 五次中先祖諸刑図長、土佐名家系府、土佐の墓、板垣精神、板垣大輔君母親戦略、日光道将軍と板垣大輔、南度氏とは、先祖が重複、板垣大輔と、後藤正二郎は、筑馬の友として知られ、明治維新に功績がありどもに伯爵に昇るせられた元君であるが、両者は、遠藤重直の代で、共通祖にたどり着く。さらにその先の寺、 村重直は、寺村左前の先祖につながる。五次中先祖処刑図長、土佐名家系府、土佐の墓、板垣精神、板垣大輔くん母親戦略、財界家系図、日本の有名一族、五次中先祖処刑図長、土佐の墓、日本人なら知っておきたい名家、名門、刑罰、板垣精神、平成新宗級家族家系体制。ありがとうございます。